それじゃあ入ったばかりの新茶を入れてきますね。新茶はみずみずしいフレッシュな香りが魅力なんです。とっても優しくて爽やかで。あ、そういえばそうですね、新しい人たちが入ってくるんですよね。しかも39人も。私が先輩に新しい人たちの面倒を。わかりました。先輩として一生懸命みんなの分のお茶を入れますね。そうですよね。でもダメダメな私に先輩らしいことなんか。今だってプロデューサーやみんなにたくさん迷惑をかけてるのに、新しい人たちまで。私、面倒をかける自信ならあるけど、見ることなんてできるのかな。